どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。今回はドリームキャラバンの累計報酬をすべて回収し終えてきたので、こちらの S ランク契約書を早速使っていくのと、今ちょうど5000キャラバンメダル溜まっているので、こちらもすべて使っていきたいと思います。はい。ということで、まずはキャラバンメダルから使っていきましょうかね。お、30個増えた。間違えた。今押し間違えた。こっちですね。行きましょう。さあ行きましょう。5000メダルで、さあ1等出ればいいですけどね。10連で全部行きたいと思います。はい。お、いいっすね。A ランク契約書来ましたね。ナイスナイス。男は黙って10連でしょ。まあ、実際これ関係ないですからね。単発も10連も関係ないんで、今回は。お、渋いね。最初の10連良かったけど。頼むよー。S ランク契約書出たらリセットしましょうかね。はい。まあでも今本当に特訓に回すトレーナーがいないとずっと言っていたんで、B ランク契約書でも嬉しいという感じではございます。はい。初っ端 A ランク出てかなり幸先良かったんですが、そこからあんま良くないよ。意外と一瞬で5000キャラバンメダルぐらいなくなりますね、これ。一瞬の出来事だな、本当にこれ。悲しいな。結構時間かけて集めたこのメダルが本当に一瞬にしてなくなっていくこの感覚。せめてね、一等が出ればいいんですけどね。うわ、ちょ、渋っ渋っ、あ、渋っ渋っ。まあでもこっちは実際おまけみたいなとこもありますからね。お、来たー、一等来たー。じゃあこれも今回使っていきましょう。はい。まあ A ランク狙いに行ってもいいんですけど、うん、まあまあリセットしようかな。もうちょっと期間がありますので、まあまあ、自然回復分ぐらいはね、今後もやっていければいいなと思っております。ということで、最後はじゃあ単発で、パンパンパンと引いていきましょう。ほら。いいっすね。でもまあまあまあ、5000枚で1等出れば、普通にいい方なんじゃないかなと思います。最初と最後で、こう、綺麗に、いい感じの10連ができたっていうのは気持ちいいですね。はい、では S ランク契約書と S ランク 30% 契約書を使っていきましょう。いやー、覇王のね、残留争いがほんとちょっと微妙、もうちょっとほんとランクが高ければな、いけるんだけどな、多分。いやー、なのでほんといろいろ継承を行えばスピリッツ500上げられるんで、うん、それをやりましょう、ほんとに。はい、いろいろと貯めてるんで、ここはまた後日一気に引くとして、今回は、この累計だけ使えられればいいなと、使えればいいなと思います。おうおう、そうか。まずはじゃあ 30% からいきましょう。もう使っちゃいます。お願いします。おっ、わあわあ、でもまあ倉本ニート型のチームの場合は普通にベンチに入ってたんで、まあまあまあ限界突破しましょう。まあそう悪くはない。じゃあさあ行きましょう、行きましょう。頼む、マジで欲しい。秋山だね。菊池でもいいけど、秋山か菊池、来い。ふっ、ジャクソン、ちょっと待って、最近ジャクソン引きすぎだろ、いくらなんでも。いや、最近ジャクソンいくらなんでも引きすぎだろうによ。3人目だぞ S ランク、これで。最近これ継承してからのあれだな。もうそうしよう。いやー、これはワンチャンジャクソンが、リゴーダー入りが見えてきたなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これはある意味奇跡ですね。奇跡が起こったという回にしましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。